お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらラバルサンスペやっていきたいと思います。ちょっとね、珍しい方かなと思うんですけど、まず呪文が3つですね。はい、鎖そうなんですけど、ディガーでいいんじゃねってなるんですけど、呪文3つです。そして加宝されてね、ここ最近あんま見なくなったダクネちゃんですね。ラバにダクネちゃんも入ってるっていうので、まあちょっとレア、そして珍しいとね思うんですけど、今ねこのデッキが環境デッキにめっちゃ強いです。というのも、まあ今流行ってるデッキっていうのが、まあロイホグ、メガナイトプラスのロイホグ、新兵隊プラスのロイホグ、高回転のムートロイホグであったり、あとはロイジャイ系ですね。ロイもいろんなロイがいるね。あとはまあコカツとかホグライダーとかも流行ってますけど、まあそういった流行ってる環境デッキに対してとりあえず強いですね。まあだから今ね、グラチャレの勝率ね、このデッキが1位っていうね。はい、78.8% ぐらいあったっすね。なんで環境ではマジ強いので、ちょっとね、今日これで無双していきたいなと思います。で、まあ基本的にラバダクネを組めばいいですよね。そう、ラバダクネで組めなかったら、まあラバルですかね。ラバダクネで、あとはスペル打っていく。ラババルーンでスペル打っていく。で、まあ、インドとかバルキリーとかは、ま、防衛用であったり、まあ、余裕があればね、ラバの後ろにつけてあげるなり、ラバの下にね、はい、バルキリー潜めるなりでいいと思うんですけど、まあ、基本的にラバダクネがいいんじゃないかなと思います。で、ラバの後ろに何かを出してから、しっかりね、相手の、これ無視でいきます。許容ですね。相手のね、マジックアーチャー、マザネク、まあ、ガゴムレ、プリンとか、そういったユニットにね、しっかりスペル打っていきたいですね。とりあえず、おお、これは、相手がね、ウッドファイブでダクネを処理してきましたね。死亡事故も出ないんでね。まあ、ですが、これはもう終わったんじゃないか。さあ、GG。いや、早い。めっちゃ早い。あ、これ待って。俺の神ファイブ。え？これ当たんないの？ちょっと待ってよ。撃っちゃよかったから、ちょっと待って。当たんない。当たんなかったんで、これいいや。自陣で処理すればいいですね。気づきました。さあ、なんかいっぱい来たんで、さすがにファイブ打って、サインドでね、守っていくよと。で、結構ね、ヤナーメとかザップとかも、積極的に打っていかないと、手札が多分詰まっちゃいますね。ラバ、ヤナーメ、ファイボー、ザップとか。で、どうしようもなくなってくることがやっぱあると思うので、まあ、なんか、ヤナーメとかザップは、こう、なんだろうな、ラバル組んだ時に、パピーがね、相手のユニット攻撃すると思うんですけど、ラバ破裂し。そのパピーが相手のユニットを溶かすために、なんか、こう、援護のね、ザップ打ってあげるとか、まあ、とりあえず、ラバル組んだ時に、ラバ破裂時にね、もうとりあえず適当でもいいんで、ヤナーメとか打っておけばいいです。はい、もうこれはね、もう無理です。はい、もう守れません。守れないので、これに関しては無視で、もう来たらファイボー、来なかったらザップぐらいでいいと思うな。さあ、で、ペッカでね、落とされるだけは勘弁よっていうね。よいしょ。さあ、この辺を切り刻んであげましょう。切り刻みゲーミングしてあげて、あれでファイブあったよな。だからここでバルーンいっちゃうと、美味しくファイブでね、いろいろやられちゃう気もしたんだけど、あー、オッケーオッケー。ペッカ出したならいいや。あ、これもインドゲーじゃない？インドでエレキも回らないサイクルでしょ？オーケー。で、ファイブ打ってあげて、しっかりね、低めにね、ダクネくらい添えといてあげましょうか。このコウモリでね、一生ね、はい、戦ってもらって、オッケーオッケーオッケー。これは美味しいぞ。さあ、あとは、端前ラバで、まあ終わりかなっていう。結構、手札がね、腐って戦いにくいって思う方もいるかもしれないんですけど、まあ、スペル多いからこそ、あのね、相手のラバの奥のユニット絶対やれるんですよ。まあ、ウィザードであったり、ネクロであったり、まあ、小物系であったり、そこがね、やっぱ強みではないでしょうか。あとは、防衛でヤナーメ打てるんでね、結構ヤナーメって思ってる以上に防衛で優秀なんですよね。そうだから積極的に打っていくのも大事かな、攻めとかでもね。まあ、今ゴリゴリね、見たこともないようなデッキ引いたんですけど、とりあえず環境デッキに強いんで、まあ、環境のやつを引きたいね。ロイジャイ、ロイホグあたり引けると熱いね。あとは、なんだろうね、最近はラバプラスのディガーデッキ。まあ、ラバディガーも結構使われてますね。ラバホバスケドラみたいなね。そう、ラバ系も流行ってて、ラバリもね、間違いなく強いです。インドでヤナーメファイブザップなんでね。そうそうそう、ラバ対決も勝てそうなデッキですね。さあ、相手はギャングセパで、コカッちゃんだ。コカッちゃんもだってこれプリンパーンすればね、インフェだったらまあインフェだったら。まあ、その時考えればいいっすよね。すげえ適当。さあ、で、ダクネがね、ちょっと生きると思うんでね。
でバルーンつけてもロキを撃たれるだけなんで、ああまあここは一回捨てでいいか。いやーってめっちゃ悩むこれ。でああいうところでもね、さっき言ったんですけど、暇になるんでザップとか撃ってもよかった気がしますね、ぶっちゃけ。いやーすごい暇になっちゃうんだな、どうしようかな。まあこれはザップで撃つか。でテスラだったんで、まあインフェで溶かされる心配もないんでね。まあラバダックでラバインドを組みながらの、あとロケをね、ただただ組むだけだともうロケで美味しく防衛されちゃうんで、バルーン飛ばすタイミングっていうのも考えながら、まあラバーダクネでねプレッシャーかけて相手にコストめっちゃ使わせてからの逆サイバルーンとかもね結構ありかもしれないっすよね。さあここは矢打っていきましょう。プリングが出た瞬間にすぐに打たないのは、今みたいにちょっと待てばやっぱテスラとか、まあ、あとゴブリンギャングとか絶対なんか出てくるんですよ。だからなんかと巻き込んで矢の雨を打ってた方が、まあ、コスパがいいというかちょっと得しますよね。テスラはね3分の1ぐらい矢の雨で削れるんですけど、まあ、その削れるだけでもやっぱでかいんでね。そしたらその分ラバが残ってよりプレッシャー与えれるみたいなのになるんで、さあここね初登場ファイボです。地味に活躍していきます。でいやーこれはね捨ててもいいような気もしたけど、どうだろうな。まあラバでいいや。さあ守っていこうか。正直もうあとこれ守れば勝ちなんで、ファイボで守ってヤナームで守ってザップで守ってバルキリーで守ってを繰り返しとけば、まあ多分大丈夫でしょう。多分ねちょっと怖いぞ。さあザップ打つでバレルが飛んでくる。早く飛んできてほしいな。早く飛んできてほしかったな。飛んでこなかったな。で、ちなみにバレルはね、バルキリで完封できるんですけど、相手のバレル、もう、ずれてても、いきましたね。ナイス。さあ、で、このね、バルーン、ラバが破裂するタイミングぐらいでバルーン出してあげると、このね、パピーがね、すごい残るみたいなのもあるんでね。なんか、不意打ちにね、ラバ破裂する瞬間に、真ん中バルキリとか、真ん中バルーンとか出してあげると結構強いですね。ナイス。よろしくね。いやー、まあ、ザップで回してラバか、もう初手端前バルーンでね相手の対空内ゲーするっていうのもありっちゃありだけど、どうしようかな。マジ打ちます。はい、でラバゲーですね。まあ、ラバ、おお、これはいいんじゃない。ローフグはねマジでこの時ローフグには多分強いんですよ。本当にバルキリで刻めるし、サイクファイブ防衛もできて、マジックアーチャーとかもヤナームザップで飛ばせるんですよ。そう、マザネカは飛ばせないんだけどね。あー、これ同彩でよかったかな、正直。これムート来るかもな。あー、ですよね。うん、そんな気がしたっすね。いやー、まあこれは、ちょっとね、俺のミスっすね。左側にラバーを出せばよかったっていう。まあでも相手これ、マザネクのスケドラのファイボの、ローフグなんで、環境のね。これもう止まんないっすね、単純に。スケドラにこれ、ヤナハメザップ打てばいいんで。だんだんスケドラ来た瞬間に逆サイにね、そう、バルーン打つとかでもいいんで。あ、これも防衛ファイブで溶けちゃうんだ。さあ、でも、こうしっかりね、飛ばしてあげて、オッケーオッケーオッケー。まあ、これには絶対勝てますよ。だって、マザネクにファイブ打って、スケドラにヤナハメザップで、相手の対空ゼロになるんで、まあ、ここは、次僕がラバ使えるように、これで、今のザップで、まあ、スケドラも溶かすし、ラバに、ラバを手札に回しましたね。さあ、なんで、カード回しの、まあ、ザップですね。このタイミングでザップパーンって打つよりは、絶対ユニットとユニットがぶつかり合うときに打っといた方がお得なんでね。まあ僕のきついのは、まあ正直、あれかな？ムート？まあローフグにバルキリーされたときに、このムートがね、やっぱ、ちょっと厄介になってくる。これラバ飛ばるんじゃない？ムートに戻ってきて。いや、いいね。いや、なんかこっち向くラバ怖いね。顔、ラバの顔見ることそんなないからさ。これもバルーン飛ばして、あともファイブ打てばいいんじゃないかな。いやー、うまいね、その折りは。で、スケドラにね、ヤナメザップ打つの構えて。いや、ワンチャンここに来るのがね、折り結構ダメージ痛いんだよね。あ、これでもインドが、インドがね、刺さるんで、相手はそっちにファイブ使ったらもうこっちも止まんないや。で、まあ俺のマックス筋は、これもう、ロイホグね、キングに来て、キングボコスカ行かれることなんで、まあ右側受けていいんでぐらいのね、ちょっと感覚で楽に行きましょうか。さあ、あれ、ファイブ打ってもいいんだけど、刻んでもいいんだよね。刻みます。さあ、刻んであげて、
確実に溶かすよね。あ、OK OK OK。あともうだって俺防衛ファイも残しとけば絶対勝ちなんだけど、さあ攻めで打っていく。でこれキングに絶対来るんでね、相手の勝ち筋は。さあしっかり持って、 OK OK。 やっぱサンスペのね強みですね。なんかファイボザップだと、まあ、マザネクとかマジックアーチ処理できるんですけど、1体なんですよね。ヤナメファイボザップだとマジックアーチャーと、エレキとかファイボザップ、ファイボザップ、ん?ファイボとヤナメザップで2体処理できるんで、まあ、その強みがねやっぱ出ますね。さあよろしく、ジャケパーン、勝ちました。やべ、ミスった。おい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 、パーがねえやんけ。これか。相手分かってないだろうな、何も。とりあえずザップって回します。あー暇ですね、めっちゃ暇だ。さあやなめ打つ、オッケーオッケーオッケー。タルーババってことは、まあ、チエンスケラペッカラムロイジャイ、新タイロフグっすねこれは。いやまあファイブ打っちゃったけど、まあ、ロイフグ来たらバルキリで刻みます。はい、ダクネからのバルキリー刻みでいいと思うんだよな。あー相手一回置いてきましたね。いやーケツラまでいっか。ファイボ打っちゃったけど、まあまあダクネゲーができるはず。ここはインドじゃなくてダクネですね。まあ基本的にダクネですね。新兵隊も溶かせますし。で、右サイドはまあバルキリー使えばいいと思うんだよな。いや、しかもこれめっちゃ美味しくね?なんだザップ自体。これザップって、いやーもうちょっと溶かしたかったな。まあこういうザップでねダメージを減らしながらのカード回し、しかもこれ相手、あヤナメ買った、マジかよマジか、ヤナメ型か。でもこれザッピーかホバどっちかがね、いやーこれ今どうだろうな、いろんなパターンがあって外しちゃったな。これも逆サイドにバルーンやっても相手のコストがなかった説をね唱えられるんですよね。まあ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 悪くはないですね。でももう一回オリーから入ってほしいな、オリーから入ってほしいけど、ほい、あータルー、ここでロイフグ来たらまあさすがにどうだろう、守れねえのかな。まあまあこれは美味しいね、ダクネで溶かしながら、なんならバルーンつけちゃってももう勝ちだと思うんで、一本これで折りつつの右サイドをしっかり、まあバルキリーザップぐらいでねしっかり溶かしてあげます。まあ、ザップ使うのほんとないんでね。オッケー、ダクネ残ったらでかっ。あ、これ、ヤナメ打ってもよかったけど、オッケーオッケー、インドで、タゲ取るっていうのはでかいのと、あとは、しっかり5打って、キングもね、視野に入れながらね、これ。そこそこに削れるでしょ。オッケー、バルーン、今、え?今さ、で、5打ったじゃん。これ、ザッピー、あ、ホバか。ホバ、ヤザーで解けねえな。いや、これさ、守ります。ちょっと。あのヤナメザップでザッピーとかやっぱ溶かせるんで、それもちょっと狙ってねキング行ったんですけど、ヤナメだね。もうなんかもう記憶がさいろいろ曖昧すぎてさ、このボーイファイブすればねカチカチカチ、オッケーオッケー。いやロイフグさ普通に今の環境結構いるんですよ。そんなロイフグにほぼ角ぐらいで勝てるのはマジででかい。しかもヤナメ型だったんでね、そうそうそう、空にちょっと強くなってたもんが出るとナイス、あつさあよろしくね。またすんごい手札になってしまう。これね、困るっすよね。相手が動いてくれたら、まあ、助かるっすよね。さあ、合わして、まあ、橋渡って、突進する寸前ぐらいでザップで止めるぐらいかな。で、しかもまあ、カード腐ってたからな。これ、ホバな。ホバどうしようかな、あれ。まあ、暇なんで、矢だけ打つか。打つか。で、ダックプリホバってちょっとレアなんですよね。タルババ。いや、マジでわかんないな。小屋小屋?なんか小屋っぽいよな。小屋っぽい、小屋は出てんだよ。ダックプリっていうのはわかんないけど、おう、さ、これはさすがに、あー、これ、ブタゲーされるな。でも相手多分止まんないっすね。これ今9コス咲いてるんだね。オッケーオッケー。俺、このだってマズネクのちょこんちょこん受けるだけでしょ。これ多分5打つ必要がなくて、打たなくても折れるんでね。打たなくていいや。さあ、なんならね、これバルーンの爆破と、まあ、ここでね、一応ザップ打ちます。というのも、
このザップで相手のホバを溶かせるならそれはそれででかいし、まあ溶かせなかったら溶かせなかったで手札回しになるんだね。この矢がすごい微妙だったかもしれないね。うん、さあ小屋小屋です。いやすげえ小屋一平くんなこれ。まあ、小屋小屋にもねそう強かったのよデータ見た時に。そうだから環境にバカ強いやん思ったんすよね。忘れてたね、小屋小屋にもそう強かったはず。まあ、ラーバル君で5打つだけだもんね。ね、マザネクに5打って、もう一個が解けるなら山アメザップだけど、ホバとかだったら解けないんで、まあ、五分小屋をね、溶かすぐらいの感覚で。さあ、いや、これがいいね。しかも、ムートがコウモリで解ける。熱っ。で、このタイミングでザップって、あ、ちょっと早かった、ごめん。誰に謝ったの俺。誰かに謝ってんだけど、ちょっと待って待って待って。あのラバが破裂 した瞬間にターゲットはねバルーンに行くので、その瞬間に打ってばあのあれなんですよ、リセットされてターゲットがなんかねまたなんだろうパピーとかにちょっと行ってねバルーンが寄り刺さるみたいな。オッケーオッケーオッケー。いやめっちゃ手札すげえけどなんとかなってる。でこれホバがこっち入るぐらいのタイミングで出してあげるとこれがまたねタワーがホバリングやってくれるんでね。いやなんかギリギリだけど耐えりはするね、まあ、正直余裕のね勝利ではあるんですけど、いやいいね、ヤナアメ5ザップがなんか腐りそうで腐らないっていう、まあ、これラバだからこそですよね。やっぱラバ破裂時のパピープラスのザップであったりヤナアメで相手のユニット溶かせるんで、まあ、そこでね腐るっていうのをなくせますね。さあヨロシングね、いやショテラバ率低いな、相当低いっすよね。おお、IT だ。相手も YouTuber だ。さあ、お供持ちです。よろしく。ヒースピア！まあ、2択ですね。スパーキーか三子。わー、痛いなー、それ。いや、ダクネ使いたくねえけど、さすがに暇だしっていう。え？なんこれ？なんだこれ？いや、待って。2択じゃねえやつ来た。ベビードルヒースピー、あ、ゴレだ、やばい。あ、でも、聞いて、あのね、これラバーもライドラ死亡じゃないですか、でも、これなんと、ファイブアナメで相手のライドラ解けるんですよ。だから、マジ熱いっす。ゴリ熱いっす。なんなら、これで行っていいっすね。しかも、あ、エリゴレや。これパピーとかで溶かせるっすね。オッケーオッケー。いや、いい。いや、これザップって、タゲ一瞬変えて、バルーンもう一発ぐらい押し込めねえかな、あれ。いや、いけるんじゃね？ポトンだよ、ポトン。うわー、でけえ。勝ちました。いや、これ、マジででかいね。だってラバってライドラ無理っすよ。本当に無理ゲーなんですけど、ヤンナアメファイバでライドラ溶けるんすよ。ってなったら、バルキリーでエリゴレ刻めるし、ぶっちゃけ余裕まであるっすね。さあ、ここね。もう、ダクネ、バルキリとかで、刻む準備してあげてね。さあ、ライドラ来たら、ヤナアメファイバでボコそう。インドラは知らん。うん、そんな感じでね。インドラじゃない、ベビドラは知らん。とりあえず、ライドラ来てほしいね。さあ、来ないでしょうね、相手も。スペルで溶かされるの嫌ですし。まあ、でもこれ、バルキリが結構強いのと、あと、ヤナアメでね、エリゴレってこの辺結構溶けるんですよ。あれ？もうちょっと溶けてもらう予定だったんだけどな。まあまあこれはね、ちょっと蓋してあげながらの、いや、いらんかった。相手のタワーあと40だった。俺、マジか。見てなかったな。これ、なんとなく逆線いきます。すげえ、なんとなく。あっちにでもライドラ使ってくれたらね、俺からしたら戦いやすいよね。あんなら戻っていったな、あれ、ライドラが。よしよしよし。いや、いいよ。これだってもうバルキリーゲーだよね。ライドラ来ないかな、左。いや、なんかすげえ。いっぱいでちょっと怖いんだけど、いや、ヤンナアメ強い。ヤンナアメがマジで強い。いや、やばい、やばい。めっちゃいる。ダークネがいる。パーティーしてる。いいね。こんなに守れるってやばいっすよね。ラバだけど、まあ、バルキリーがいいのと、まあ、あんたなんだ？なんか頑張ってんね、いろいろ。あれ、ヤンナアメファイブで溶かせます。でも、同タイミングで行かないと、あの、ヒーラーで回復されちゃうんでね。さあ、さよならしてあげて。あ、なんだこれ、キングゲット GG。オーケー。え？まあ、エリゴレは環境流行ってないですけどね。まあ強いのに関してはね、別にそうはないんでね。そう、ナイス。
さあ、というわけでこれ勝てば12勝。あ、メマッチはね、ここ最近グラチュラ12勝結構やってて、その時はペッカラムのザッピー雪玉型、あの僕も YouTube 動画でね投稿したやつなんですけど、そう、動画紹介したやつ、トリトンザッピーのポイ雪型をめっちゃ使ってたんで、しかもペッカラムなんで、まあ、ちょっと厄介にはなってくるよね。エレキザッピーだったっけ、マザネクザッピーだったっけ、その辺ちょっと覚えてないんですけど、ポイ雪のラムですね。でバルーンはなかなか刺さんないよね。ラバ削りゲーか。さあ、とりあえず待ってくるってなったらでも違うかもね。でも本当に 3,4 回ぐらいはペッカラムザッピーで12勝してたんですよ。いやー、飽きるやろ思って、めっちゃ気に入ってるやんと思ったんですけど、さあどうしようかな。ラバダクヌの形作りたいんですよ。あんなラバインドも作りたいんですよね。何が邪魔だって、バルーンが邪魔なんですよ。いや、これでも一応12勝かかってるんですよね。まあ初手バルーンぐらいならそんな悪くねえのか。か、まあ、ケツダクネからの、みたいなのが、安牌っちゃ安牌なんだよね。言ってこい。さっきまでの時間何だったんやって。ザッピー来たらファイブ。あれ？あ、いた、諦めた。いや、ちょ、トルネードなの、絶対。諦めたはねえな。え？いや、電波落ちやん、これ、もしかして。さあ、これは、ロイだな。もうラムではない。これ来たらもうインフェディでね、GG だし、今これ相手ファイブを使ったんですよ。ってことは、ダクネがあっちいのと、マザネクだったらあっちいの。あっちゃー、あっちゃメガゴですね。まあでも、あっちゃも、ヤナアメサヨナラゲーミングして、この辺にね、行くと、なんか、いや、来ないか。アーチャーを延命するようなね、なんか別のユニットも来ると思ったんですけど。いや、もうコウモリめっちゃ入ってる相手。気づいてるかな、これ。え？勝った勝った勝った。こんな簡単にグラチュラ順勝していいのっていう感じなんですけど、まあちょっと相手の回線が悪かったのと、まああとはね、相性がめっちゃいいのかもしれない。なんかヤナアメ5ザップってなんか、すべてに対応できるんですよ。ね、アーチャーヤナアメで飛ばせるロケホモでしょ？で、マジックアーチャーとか、マザネコ、ほぼザッピーも5で飛ばせる。最近ヤナアメザップでも飛ばせて、ライドラも飛ばせる。だからぶっちゃけ飛ばせられないものがないんですよね。まあ、だから、相手の攻撃を絶対飛ばせるっていうのでは、まあめっちゃいいね。そう。え？いいね。ディガーがない分ね、スペルで相手のユニット飛ばす。ダメージも稼げますしね。はい、というわけで、今日はね、こちらのラバルサンスペやったんですけど、まあ環境デッキに強いのはマジで熱いし、まあ絶対勝てないっていうのも、まあそうはなさそうですね。まあ相手が対空8枚とかじゃない限りは、まあなんとかなると思うので、皆さんもぜひね、こちらのサンスペラバル使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。